アオリユズルは、身体技法研究家、武道家。早稲田大学文学部卒業。本名は、坪石芸し大分県出身。少年時代から、弓道、瞑想に触れる一方、文学への関心も高く、ロマンドランチョ、ジャンクリストフ独語に一種の脱字的体験をする。大学時代には、ユング心理学を研究し、上島森平信部のビジョンに惹かれ、 合気道本部道場に入門。以後、瞑想家、詩人のナーラーヤン内書き、合気道の山口聖子、仏教学の玉木幸四郎、新体道の青木博之、画家で武術家の住吉明治らに支持する。心身技の奥深さや創造性を身体実践と思想の両面から探求するにつれ、芸術表現、スポーツ、職人の技、健康法、瞑想、武術、 哲学にまで共通する法則として、体の文法を発想するに至る。1970年代末から、雑誌 U2 編集長、松岡聖吾の依頼で連載した身体気流学などで発表を始める。そして、ビジョン体験を経て、身体技法、気流法を総称し、さらにその武術的側面を、柔らげの部として展開し、国内外で、 講習会を開催している。気流法の会代表、柔らげの武装師師範、人体科学科医学術会員、相模女子大学非常勤講師、朝日カルチャーセンター定期講座講師、1985年に国際演劇研究センターの置いた吉野昌平により、パリで講習会を開催。以後、フランス、ドイツ、オーストラリアの各地でセミナー、 武道道場などでの講習を重ね、気流法の外国人指導者も要請する。また、フランスでは、ボディアート国際シンポジウム、オートルパ、アイフデム、パリ新大学、オーストラリアでは、キャンベラ近郊での芸術祭、ウィリーは祭りなどに招聘されている。ありがとうございます。